長崎商工会議所が主催する新年祝賀交換会が長崎市で開かれ、県内の経済界のトップらが今年にかける思いを語りました。4年ぶりに立食での開催となった交換会には、政界や経済界からおよそ700人が出席しました。コロナ禍以降、国内外の社会経済環境が大きく変わろうとしております。デフレ経済から脱却し、新たな経済の成長につながる好機を迎えようとしています。去年は JR 長崎駅前にアミュプラザ長崎新館が入る新しい駅ビルが誕生するなど、100年に一度の変革期を迎えている長崎市。今年10月14日には長崎市幸町に長崎スタジアムシティの開業も控えています。やること山積みで、どちらかというともうあと10ヶ月しかないっていう方が強いんですけども、最高のスタートを今年の10月に切って、でそれをフックにその長崎の街がもっともっと活気づいて、元気よくなっていく、そのきっかけになれればいいなとは思います。で我々としてはやはりそこからいいパフォーマンスが出るようにですね、人のにぎわいも出て交流人口も増えて、まあ、そのためには どんなことをそのすればいいのかというのをやっぱり一生懸命考えて、いろんなこうソフトの施策を打ち出していけたらなと思います。一方で懸念される課題も。原価が非常に上がってくる、それを販売に転嫁できるかどうかっていうまだ課題が大きく残っておりますし、やっぱり人の不足ですね、これは非常にやっぱり大きいものがあるなという感じでしておりまして、いい希望と若干の不安とが相まじって年を明けたのかなと今感じしております。県が佐世保市への誘致を目指していたカジノを含む統合型リゾート IR について、政府が長崎の整備計画を不認定としたことについて経済界からは。経済界としてはその、まあ、あってもなくてもその観光面で、ハウステンボスを中心とした、まあ、そのインバウンドとか、まあ、全国からお客様が来れる取り組みが、ね、できるのかどうか注目したいと思いますし、そこはもう地域でやっぱり盛り立てていきたいなと思ってます。大石知事は認定をもらえなかったことに心苦しく思っている、通知の内容について精査の上で必要な対応を求めていきたいと話しました。